生でも見かけしたのはオーパーツっていう、オーパーツプロレスの試合をやるとしたら、はい、ギャラをいくらもらったらやりますか。今島崎さんはほぼほぼ、あグラビアファンとしてはプロレスに行った時どう思います？はい、どうぞ。私のファン歴は生でも見かけしたのはオーパーツっていう、オーパーツ皆さん知らないでしょ多分。相沢ひとみちゃんと相川瑞希で、ユニットを組んで CD を出したりとかグラビアやったりとかしてたんですよ。その多分ライブ、CD 発売記念イベント CD 発売記念イベント、すごいアーティストみたいに来てくださってたんですね。え、その時から私のファンだった？いや、その時は小田店さんの感じに来てました。ひーちゃんの方のファンで見に行った時にたまたまいたっていう感じなんですね。でもまあ存在は知ってくれてて、でプロレスも好きなんですよね。このプロレスの方が好き でそれからデビュー戦グラビアタレントさんとかも好きになって、はい、グラビアタレントさんがプロレスに入って、あ、そういうニュースを見て来てくださってんですか。あ、じゃあ新木場に来てくれたんですか、デビュー戦。いや、本当に来たのがたまたまアイスリボンを持った時に小川さんと二人で視察に来られてて、全然覚えてない。その後はデビュー前のデモンストレーションされてたのを見て、はい、でデビュー戦。なんかファンになってくれた理由っていうのは、でもそれもありますよ。好きなジャンルの人がやっぱりプロレスに来て頑張ってやってさっていうから、うんうんうん、応援して。あ、本当ですか、嬉しいです。 YouTube は見てくださってください。見てます、全部見てないですけど。じゃあ印象が残ってるやつは、興味があるやつ、どういうやつを見てくれてるんですか。やっぱプロレス系なんですか。あー、うなぎさんの対談、あ、対談、うんうんうん、補助会です。あー、対談ですね。じゃあ今後見てみたい対談、誰と見てみたい。これやっぱり岩谷です。あー、みんなまゆちゃんって言うんだ。岩谷さん、はい、むしろそのも、はい、知られてくれる、はい、確かにあんまり関わり合いはなかった、なんか、まあ、一緒にいたけど喋ることがほとんどなかったという状況だったので、そんな私仲いい人いなかったからそうなんです。だからまゆちゃんもあんまり喋ったことないです。でも存在はずっと感じてるっていう感じですね。はい、じゃあまゆちゃんともね、またいつか実現できたらいいなと思います。ありがとうございました。はい、おのぽでーす。私の半期は11年ぐらいです。プロレスデビュー。どこを見ていいなって。デビュー戦がもうすげえな、まあ、プロレスを全力で頑張りっぷりが、嬉しい。でもしかも引退してからもずっと応援してくれてるじゃないですか。なんで応援してくれようと思ったんですか。はい、引退しても、まあ、変わらずに、嬉しいです。なんかいつも私の SNS で似顔絵をね載せてることがあると思う。ここ今載せときますね。それを書いてくれてるんですよ。あれってすっごい時間がかかると思うんですけど、毎回書くのって何、どれぐらいかかりますか。10時間とか。10時間をかけて書いてくる。パソコンで書いてくださってるんですか。すごい、なんかあの結構あの私の周りにもあの絵のファンのファンがいて、うちのお母さんも好きですし、最初似てないと思うけどよく見るとすごい似てるって、すごいそういう感想をいただきます。しかも、坊ちゃんがちょっとずつ成長してるのを書き直してるんですか？坊ちゃんは書き直してる。あの、クロちゃんがいるのはなんでなんですかね、そう。クロちゃん、書きやすい。書きやすかったですか？あと、小川さん？小川さんは書きやすいですか？もし、書きやすかったです。書きやすかった。やっぱ特徴があると書きやすいんだ。じゃあ、YouTube チャンネルはいつも見てくださって。見てます。何が今まで印象に残ってますか？スターダムの選手との対談、ね、じゃあ今後この人と対談したら面白いんじゃないかなっていう選手で、夏っぽい選手、そう、今夏っぽい選手をね応援してるみたいで、
私と夏ぽい選手の共通点みたいなのありますか？黄色です。確かに黄色ね。雰囲気、感じは、その頑張りっぷりの感じは似て、同じところが。夏ぽい選手の今どこに惹かれてるんですか？やっぱり一生懸命。一生懸命なところ。体ちっちゃいけど一生懸命やってる。はい、最近すごいですよね。そうです。ね、最近の夏ぽい選手どうですか？いや、頑張ってるな。陽性感。陽性感。陽性感がすごい増したって思いますけどね。じゃあ今後また夏ぽい選手ともコラボできたら、はい、いいかなと思います。私になんか質問ないんですか？みんななんか全然質問が。じゃあプロレスの試合をやるとしたら、はい、ギャラをいくらもらったらやりますか？今あ、当時今はお金いくらもらってもやらないと思いますだ多分前ブルー中野さんとも話したと思うんですけど、でも1000万もらったら悩むよねっていう話にはなりましたね。ちょっとね、それぐらいもう戦える心じゃなくなってますね、まあ、さっき言ったけどスタードも20周年大会、もう49歳になってますけどね、ちょっと何かお祝いできたらいいなと思います。見たいんですね。見たい、まあ、でもファンの方は意外と見たくないっていう方多いですよね。復帰してほしくない、ないっていう方ばっかりだと思ってます、ね、ですよ、ね、10年後にね。じゃあ皆さん10年後に、はい、ファンのお墨付きで、はい、何もできないと思いますが、イズポンキックかましたいと思います。ワノパンありがとうございました。はい、オツポンヨシさんです。私のファン歴はデビュー戦の後からなんですけど、11年ぐらいです。あ、どこを見て好きというかファンになろうって思ってくださいデビュー戦そのものは生では見てないんですけど。あ、そうだったんですね。アポイなんです。初めて見た試合、どの試合ですか？初めて生で見たのは、デビューか、1年も経たないぐらいの頃から、うん、初めて見た感想というか、そういうのを覚えてる。気合入ってるなって気合入ってるなって思いました。へぇ、なんかやっぱり他の人とは違ってます。嬉しい。覚悟が違う。あ、本当ですか。そうやって思ってくださって嬉しいです。じゃあ私の好きな試合、印象に残ってる試合、島崎さんはほぼほぼ試合も結構印象には残ってます。あれ新木場ですよね。見に来てくださったんですか？そうなんですね。あんな試合やっても多分あれぐらいじゃないですか。確かにあれは本気で怒ってたというか切れてたのでそれが試合に、だから全力女子っていうユニットにいたのに、この川勝の方に裏切って行ったから、しかもなんかもう一生懸命一緒にやっていこうっていう感じで私はやってたのに、なんか裏切られたっていう気持ちがすごい大きくて、しかもいきなりなんか手のひら返されたみたいな、ボロクソに言われ始めたので、生意気なみたいな感じで本当に怒ってましたよ。あの時すごかったです。やばかったですよね。多分ファンの方も引いてましたよ、ね、引いてた。髪の毛とかめちゃくちゃ引っ張ってやったりとか。でもそういう感情的な試合っていうのは今多分少なくなってると思うんですけど、当時はね、結構スターダムの試合も激しかったと思うので、まあそれは時代で、なんだろうな、思い出に残る試合、まあ、語り継がれる試合としては良かったんじゃないかと思います。あの試合ちょっとまだトラウマで見れないんですよ。でもこの YouTube でも今後また出して解説しながらできたら、ね、その時にダンプさん呼べたら、ちょっと会いたいような、どう思います？ダンプさん呼ぶ、本当ですか？ですって出てくれるかな。多分覚えられてもないと思うんですけどね。でもあの後のイベントに来てくださった方いらっしゃいますか？いた。どうでした、私のテンション？テンション普通だったよ。あ、普通だったんだ。この世の終わりぐらい落ち込んだ試合だったので、その後のファンの方の言葉に救われたというか。ぜひダンプさん、はい、対談ね、できたら確かに面白そうですね。今とな、10年以上経ってるのでわだかまいはなくなってるんじゃないかなと。私、質問ありますか？質問、はい。じゃあちょっとプロレスの話が続いてたんですけど、はい、全然違う話で、はい、今一番こう行きたいところはどこですか？ハワイに行きたいです。もう海外に行きたいです。私はハワイ、なんでハワイ？
え、あ、なんか断るごとにハワイに行ってるんですよ、私って。プロレスデビューの前もハワイに行ったし、なんか自分のそのグラビアデビューの前もハワイにたまたま行ってたんですよ。だから何か自分が変わる時に行ってるので、はい、また行ってみたいなって。なかなかね、コロナで行けないですけどね。はい、ということで、よしさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、あ、じゃあ、私のファン歴はさっきカード持っててグラビアの時から見てたんですけど、意外とグラビアの時から見てください。ね、さっきのカードちょっと持ってきてもらっていいですか。はい、すっごいマニアックなカードをね、今日ね、持ってきてくれたの。グラビアの時の、これなんて言うんだっけ、トレか、うん、これ何、オークションで買ったんですか。いや、最初箱で買って、その後、バラで売ってるところが、それ用のお店があるんで、それで買います。これね、服が貼ってあるの。全部当たりのやつなの。水着が貼ってあるやつとか、これ昔、今もあるのかな、こういうの。こういうさ、水着があって、水着のこの部分です、みたいなやつが、え、昔ありましたよね。で、股間に近いほど値段が高くなるの。知ってもこの胸とか、ね、ありましたよね。あ、グラビアだけだと思ったら、これちょっと私プロレスの方にはサインできなかったんですけれど、プロレスカード、これ見てください。これにはね、私ね、このサインしてる数が決まってるので、いつもね、よくサインしてくださいって言っていただくんですけど、これにはできないですって言ってしまってるんですけれど。あ、伊藤洋子ちゃんとの、この、すごい、ありがとうございます。ということは、私と年齢近い？近いです。そうなんですね。38です。あ、じゃあ1個下とかなんですか。14、はい。じゃあ初めてグラビアを見てくださった時って二十歳ぐらいですかね。そうですね。え、どこを見て、あ、ちょっとファンになってもいいかなって思ってくださってますか。こういうところです。丸っぽ。あ、じゃあ、今痩せちゃった。あんまり痩せないでほしいです。やっぱみんな言うな。で、プロレスデビューしたじゃないですか。で、プロレスも見てくださって毎回ではないんですけど、はい、はい、グラビアファンとしてはプロレスに行った時どう思います？怪我したりじゃないですけど、多少、ね、やっぱ出てくるじゃないですか、うん、と思いましたけど、まあ本人が頑張ってるんだからやっぱり応援してじゃないですけど、おと思います。なんか今トレーニングされてるじゃないですか、はい、何か私にアドバイスをあんまり筋肉ついてる女子は、いや、そんなあれはないですけど、はい、YouTube 見てて逆にカイリさんのところでなんかあんなに丁寧に教えてもらってんだと思って、で、パーソナルじゃないけど、ちょっと行ってみたいなとかそういうの思ったんで。なるほど。広島のやつですよね。広島のジム。ね、ぜひ。一日単位でもできるよってことで YouTube 内で出てたんで、確かに、まあ、ちょっと聞いてみたいなと思うところは。じゃあ今後 YouTube で見たいものとかって何かありますか？やっぱ元選手だから対談ものするじゃないですか。その時にやっぱ選手の方がフランクというか、ちゃんとね、なんか普通に全く関係ない人が話すよりはやってるようなイメージなので、はい、ぜひいろんな人と絡んでほしいなと、はい、はい、グラビアファンとしては私のグラビアまた見たいなっていう気持ちってどうなんですかね。あんまないですか。40周年やります。もう脱ぐなよって感じですか。いや、40周年やります。いや、40周年?40周年じゃない。来年、あの、そうだもん、あの40周年の時や。49歳になって、さらに脱げない体だなっていうかもしれない。ね、劣化しないように頑張りますので。今のペース痩せてれば全然。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで今回は私のイベントでファンの方と初めてゆっくりこのカメラの前でね、話すということをしてみたんですけれど、なんかね、私が初めて知ることとか、あ、こう思ってたんだ、この時から応援してくれてたんだ、あ、こういうところに惹かれてたんだっていうのが改めて思って、すごい感謝の気持ちがいっぱいになりましたということで、今日ご出演してくださった皆様ありがとうございました。はい、ということで、本日も最後まで見てくださってありがとうございます。ちょっとでもいいねと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。